ジューシーなの。うわうまいなこれ。どうも皆さんこんにちは、スティーブン・セガールです。いや、レオパルドの愛車でございます。はい、今日はですね、調子にですね、新しくお店ができたんですね。それがですね、こちらでございます。見えるかな、唐揚げのお店、お名前が、ラッキーチキンというお店がございますね。こちらでございます。今日ですね、もう今日ちょうど私が今ロケ来てる今日で4月10日、今日オープンなんで、唐揚げには目がないものですね。今日こちらでね、唐揚げをちょっと買って、お店の方を紹介しましてですね、唐揚げとかなんか買って食べたいと思いますんで、それでは皆さん一緒に唐揚げを食べていきたいと思います。じゃあ行ってみよう。お店の場所なんですが、今銚子駅が見えますね。銚子駅から、こちらほら前に紹介した待合室ですね。この待合室のところこう曲がっていくんですよ。こう曲がってって、で、ま、あのマカレー屋さんとかね貼って、この待合室の並びにもうすぐあります。ラッキーチキンとね、すぐありますんで、こちらがもう駅から徒歩で何分でもねえっすね。すぐ来ます。あの四つん這いでも1分ぐらいで来るんじゃないですかね。ほふく前進で 2,3 分って感じですかね。はい、いいですね。今日オープンですよ。唐揚げうまそうだよね。タルタルもうまそうなんだけどな。チキン南蛮もうまそうだし、いろんなね、1個60円で、チキン南蛮とかあって、だし巻き卵、ポテサラなんかも、鶏チャーシューもうまそうだな。で、弁当こんな感じね。今日なんかちょっと買っていきたいと思います。今日オープンですよ。今日オープンね。はい、行きましょう。邪魔しまーす。よいしょ。さてさて何にしようかな。唐揚げだよね。揚げたてでしょ。うまそうだな。何にしよう。あ、バターチキン。え、何？あ、だし巻き売り切れなんだ。こういうバターチキンカレーとか、鶏そぼろ丼、里芋も美味しそう、鶏チャーシュー、唐揚げなんか持ってます。あ、うまそうな唐揚げだな。これいいな。お茶も。すいません。あ、どうしようかな。唐揚げ高い。チキン南蛮も美味しそうですね。チキン南蛮すごいおすすめです。あ、本当ですか。唐揚げ弁当とチキン南蛮どっちおすすめですか。私はチキン南蛮おすすめです。めっちゃご飯進みます。あ、じゃあチキン南蛮弁当で。ありがとうございます。これショーでいいです。ショーで。はい、じゃあそれを、あと唐揚げを別に、はい、3個ください。はい、お願いします。チキン南蛮にしちゃった。唐揚げも、唐揚げもね、注文しちゃった。はい、お店のオーナーさんでございます。あ、どうも、はじめまして。あの、インスタではね、はい、あの、ね、今日はすいません、お邪魔します。お若いオーナーさんで、はい、あ、光栄です。いや、とんでもこちらこそ、はい、あ、オープンおめでとうございます。ありがとうございます。今日はあの、お弁当いただきますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。あの、インスタもやってますんで、インスタの概要欄に、はい、この下概要欄に載っけておきますんで、皆さんインスタの方もフォローしてください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。あと朝日に鳥取って居酒屋もありますんで、よろしくお願いします。あ、そうなんですね。はい、あ、じゃあそれもちょっと詳しく、ちょっとこっちに下に載っけておきますね。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。若いなぁ、すごい。あー、買ってきたぜ、チキン南蛮と唐揚げ。どっかで食おうぜ、せっかくだから。いやー、嬉しい。お店の方もね、いい感じで、ラッキーチキンでございます。皆さんよろしくお願いします。はい、ではチキン南蛮弁当です。うまそうだな、もうすごい。で、あと唐揚げね。じゃあどうしようかな。まず唐揚げから食べましょう。でっけえな、1個がこんなでけえ、見える、こんなでかいの。いただきます。うん、あ、うんめ、なんだこの唐揚げ。いや、柔らかい、でかいのに、でジューシーなの。うわ、うまいなこれ。やっべ、飯が進むわ。
めっちゃご飯進みます。めっちゃご飯進みます。めっちゃご飯進みます。あ、じゃあ。あー、これ普通並み。それか中華ってくれよかったな。あ、これ飯が進む。すごいうまい。で、店員さんおすすめのじゃあ。チキン南蛮。タルタルソースかかってます。これいってみよう。これ。いただきます。うん、うん、あー、こ、うん、間違いないわ。うん、めうん、めこれやーべーな、これすげーうめ。あのね、ほんとにね柔らかいで、こっち唐揚げもそうなんだけど、ちょっとねなんていうの、脂っこくもないし、いや、おいしいわ。やべえなこれ。いや、もうそもそも唐揚げが好きっていうのはあるんだけど、これ以上に唐揚げの持ってるポテンシャルを最大限に上げてるね。いや、うまいな、これうまいな。いや、なんだろうこれ、おいしい。本当に言語力がねえから美味しいしか言えないけど、本当にね柔らかくて脂っこ、見た目ほど本当に脂っこくなくて、いやマジで飯が進む。美味しい。うん、チキンチャーシューもちょっと気になってたんだよな、あれも買ってくれよかったな。また今度しよう。いや、うめ、幸せだね。いやーマジでうまいこれ。うん、本当にこれ飯進むわ。うまい。タルタルがまたさ美味しいのこれ。あ、ご飯もっと多いのにすればよかった。あんまり量食えねえかなと思ったけど、そんなことない、全然食えちゃう。うまい。 いや、普通の唐揚げも本当にうまい。あのチキン南蛮もうまいし、もうそもそもこの唐揚げはうまいから、チキン南蛮にしたらもっとうまいに決まってるわね。そら、なるほどな、すごいわ。うん、うめ。今度この唐揚げもっとたくさん買ってこよう。うん、超うまい。うん、うめ、マジでうめ。動画とか忘れてマジ食いしちゃうねこれ。幸せだわ。これうめ。うん。すごいな、本当に。うまい。なんだろう。このうまさはなんだろうか。半端じゃねえくれうめ。本当にね、あの2日に一遍は食べたくなるようなあの唐揚げです。こんな店が調子にできたんだね。すげえ幸せだわ、マジでね。やっべえなこれ。このなんつうの、唐揚げの技巧派って感じ、テクニシャンな感じで、なんかそうだよ、唐揚げ界の藤原義明って感じかな。関節技の鬼って感じ。どっからでも関節技入りますよみたいな。掴んだら離しませんよみたいな。うん、うん、うま。やっぱご飯足んね。ご飯大盛りすればよかった。
ないわ。ラスト一口になりました。食べるのはもったいないけど食べよう。残したらしょうがない。うん、いやうまかった。おっさんした。美味しかったです。マジでうまかったこれ。いやもっと大盛りにしてくれよかった。おっさんした。ラッキーチキンさん美味しかったです。はい、それでは、今日はですね、挑戦できた新しい唐揚げ屋さんですね、ラッキーチキンさん、こちらねご紹介しましたけども、本当に駅出てすぐなんで、駅歩いて本当に1分かかんないぐらいのところにあるんで、まあ、よかったらね、ご利用いただければと。本当にねお弁当美味しかった。チキン南蛮美味しかったです。で、今日ねたくさん食べる人はね台なんかいいかもしれない。台ね、さっき違うお客さん買ってたの見たんだけど、蓋が閉まんないくらい唐揚げ入ってたんで、そんくらいね盛りのいい唐揚げなんで、ぜひぜひ、ご利用ください。そして、ラッキーチキンさんのインスタやってますんでね、インスタの方もフォローの方よろしくお願いします。というわけで、今日の動画こちらで、はい、よろしければチャンネル登録、そして高評価コメントよろしくお願いします。ではではまた別の動画でお会いしましょう。リオパルトの内緒でございました。ラッキーチキンさん美味しかったです。ごちそうさまでした。